would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. おはよう。おはようございます。だいぶ涼しく見えた。ねえ、私絶対寒いよ、これ、利尻島行くと。ねえ。うん。今日はなんだっけ、ここ。ここは新石の津。なんか夜だから気づかなかったけど、なんかある。キャンプ場があるよ。なんか塔がある。塔もあるの？トイレもすごい綺麗だ。ねえ、トイレ綺麗だし、お風呂もあるし、うん、まあお風呂は入れないけど、やっとエコノがちょこちょこ片付いてきた。そこにスペースができたもんね。足の踏み場なかったもんね、そこ。うん、ねえ。まあでもまだやることはいっぱいあるけど、とりあえず今日は移動の日でございます。で朝ごはんだな、コンビニの。これでもやっと荷物が減った方なんだよね。まだ片付けなきゃいけないところはいっぱいあるんだけど、とりあえず電子レンジ使いたいから、こっちのもの全部手前に置けて。できるかな。バッテリーの残量がちょっと弱いんだよな。さあ朝ごはん食べようか。食べましょう。あ、これ何見つけてきてくれたの？北海道限定ミルクテイスト。すごいね、北海道天才糖生クリーム。しやっぱこういうとこ来るとさ、こういう限定物、うん、が欲しくなる。ちょっと気になっちゃうもんね、限定物が、ね、コンビニとか行ってさ、そういうのないかな。そうね、わかるわかる。たまちゃんとして一人で朝すごい歩いてきたから、ね、ただちょっと少ないっていうね。ダイエット。私もダイエットでサラダ、うん、でも北海道前なんだよね。うん、ね、ね、一膳ご飯、金鮭とカツオ飯。電子レンジで温めてくれたから、食後がせっかくでしょ。すごい、後ろの景色がすごい、こちゃ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 ってしてる。あ片付けないとね。うん、ちくわ、うん、磯辺。あったかい。あったかいって美味しいよね。あったかいって美味しい、うん。電子レンジがあるのはやっぱり、うん、便利だよ。うん、まあ、電子レンジを出すまでにちょっといろいろ荷物を下ろしたりしなきゃいけないのがめんどくさい。今はね、うん、まあ、おいおいはね、うん、全部収納がその辺とかその辺とか収まってきたら、うん、ね、ね、さて歯磨きして、うん、顔洗ってそのまま道の駅入る人。なんかお米が欲しくて、ここお米が有名やねんって。あ、そうなの。そう、どこ？あ、本当だ。あ、上上。ほら、よさげじゃない。北栗、おぼろ月、七つ星と夢ピリカは結構有名やん。ジャバ米。ジャバ米。混ぜるやつな、うん、どれがいいんやろう。名前はこれが。おぼろ月。じゃあちょっとおぼろ月にしてみます。違いは分からん。分からん。パクチードレッシングだって。やばっ、トミー好きそう。パクチーのドレッシング。でも半額。あ、すごい、ラズベリーもある。ブルーベリー結構量多くない？これで400円やで。400円か、うん、これの半分ぐらい。400円。あ、それ買う。もう大丈夫。うん、これとそれだけでいいかな、とりあえず。どっかでなんか牧場みたいなとこあったら牛乳とかゲットしたいよね。ソフトクリーム。あー、出た。ソフトクリーム。ソフトクリームだ。I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. さっきの道の駅を出まして約2時間。これですね。お昼ご飯を食べます。南道。北海道に来てやっと北海道らしいものが食べれる。入りましょう。倉庫みたい。倉庫っぽいね。ね。こちらしかも。貸し切り。南道。メニューやばい。ね。うん、いや、北海道来たからね。そうね、せっかくだから。
あ、このなんかプレミアムぶっかけっていうやつなんか面白そうだったな、うん、ね、ね、でもマスに入ってるからなんかどれもちょっと面白い、うん、ね、うっそ、ね、うん、よかったね、念願の北海道らしいものが食べれますよ、ようやく、めっちゃ嬉しいね、もうだってコンビニのご飯しか食べてないもう。昨日はあ、そうだね、何だっけ、柴本さんがコンビニで買ってきてくれた、豚丼買ってくれて、そう、俺チキン南蛮で、夜はコンビニでつまみとあれか、明太パークで買ったイカ明太とビール、あ、でも北海道らしい、札幌クラシックなんだぐらいだね。じゃあちょっと楽しみに待とう、どうしよう、はい、はい、わーすごい、たまちゃんはウニイクラ丼、私は海鮮丼、どっちも超美味しそう。さあさあ、それでは北海道上陸して初の、こういうのは大体こう、うまっ、早っうまっ、早っ、すごい、イクラ好きのタマとしてはどうでしょうか、うまい、やばい、ほんとうまい、すごいね、食べるのこれ、ほじくんじゃん、下からかぶって、あー、こぼれそう、こぼれちゃうすごいやん、すごいすごいすごい、てか粒一個一個めっちゃしっかりしてる、いやー、うまっ、これはいいね、うん、ここ来てよかった、よかった、あー、南市うん、がっついてんもんな、うん、お腹すいた、うちも食べる、うん、うん、どうせ大きいんでしょ、一口が、意外に、うん、おいしい、めっちゃおいしい、うん、ね、ウニうまおいしいね、ウニうま、ちょっと味噌汁すすってみて、絶対おいしいから、エビのやつ、甘エビの頭じゃん、これね、うん、石エビ、あー、匂いすっごいしてたもんね、じゃエビ、じゃあマグロをあげる、しかもさ、海超綺麗だよね、うん、すっごい透き通ってんだよね、うん、海ね、すっごい綺麗、どっかで取れたらいいけどな、海を、うん、私なんか取るんかじゃあそれは密漁になっちゃう、え、ウニ取るの？取る、乗ってるのにこのウニの美味しさが分かったらちょっとフレードっていう形にしてもらわないと困ります、ね、なるほどね、じゃあゆっくり食べましょう、うん、えい、お待たせ、見た？見たよ、あ、早っちょっと見てくるクニ、それなんて読むの？わからん。この酒造の名前やんな、これ。ミキノミコト。へえ。これでもアニメ？わかんない。わからない。何がいい？どれがいい？あ、見てほら、日本最北の酒造、クニキ酒造かな。そうです。セビスキー？それも日本酒かな？全部日本酒か。アルコール度30度やって。これ日本酒じゃないじゃん古酒かな、こんな焼酎かな、焼酎か、焼酎、あ、焼酎か、焼酎だ、じゃあ日本酒こっちか、書いてあるじゃんほんまや、ほんまや、向こうに確かお酒並んでたよな、うん、見に行ってみる、すごい、なになに、なにそれ、消防車、うん、へえ、昔のやつ、マシケ消防1号、31年のアメリカ車、アメリカ製フォードあ、もうなんか好きそう、モデル A ですあ、そうなん、え、ほんまに、え、多分そうじゃない、あ、でも見た目そうやね、うん、モデル A や、すごい、ね、ここでモデル A になった、ほら、顔が一緒、ほんまや、
すごいね。あっちみたい。あっちがいい。日本酒を見てない。あっちみたい。あ、見て見て。うん。御朱印帳。あ、ほんまや。お酒や。何すんねやろ。あ、ここの酒蔵を巡るとこの御朱印帳に押してもらえるんや。あ、お酒のラベルやって。酒蔵がいっぱいあるんだ。あ、すごい。これはガイドブックで、うん、こっちが御朱印帳。別なの。そう、ここになんかお酒のラベルを集めてこの中に貼ってくんや。いい商売しておりますな。どうした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 。急に悪い人になったぞ。いい商売しておりますな。これ面白いな。日本一周にはうってつけな。これに、うん、これは何をもらえるの。これは何をもらえるのってこと。この御朱印帳にだからラベル、ラベル、お酒のラベル、そっちになんか細かく書いてある。本当だ。御朱印帳、公認の酒蔵を巡って御朱印、お酒のラベルを収集し貼り付けてお酒の感想などを記載して楽しむんですよって。面白いね。まあでもちょっといいよね、最北端スタートで。うんうん、いいよね。一個ずつ巡る、うん、今は多分これ悩みモードですね。そっちは資料を展示していますよって。へー、お、なんか涼しい、こっちの方が。あ、これ誰やっけ、高倉健の駅、ね、マシケナン。ね、じゃあ撮影された場所は、うん、すごいすごい、なんやら要素ありますよ。超でっかい。うわ、すごい、一トン、すごいでかドビ、すごいね、18リットルやって。ドビなんで一トビンって音に今ハマったん。一トビン、すごい、ラベルかわいい。おしゃれだなぁ。ねえ、なんか昔のやつおしゃれね。すごいおしゃれじゃん。ねえ、これとかすごいかわいい。ねえ、うん。国まれ？あ、国まれなんや。国まれ酒造。国まれ酒造や。国木って何？国まれ酒造か。確かにまれやね。すごい。あ、まあ、しけ。つるつるふさふさ。ほら、やっぱりゾンモやんこれ。ちょっと違うもん。牛和本さんかわいそう、ほんまそういうネタにされる。これがすっごいさっきから気になってんのよ。飲んでみればいい。あるうち飲んでいいの。いいよ。やった。でしたら村竹を、はい、銀醸酒っていう種類のお酒なんで、ちょっと香りがいいよ。香りがいい感じ。へー、あ、さっぱりしてる、すっごい。うーん、すごい、うん、これ美味しい。え、これ欲しい、普通それにする。うん、これ美味しい。国まれ酒造って言ったらどれが代表的ですね。国まれって書いてる。へ、じゃあそれはもうここに来たらとりあえずそれ飲んどけって感じです。そうですね、それが一番また人気があって。それがね、うちの売り上げの6割ほぼほぼそれが主流なんです。じゃそれは絶対、それは絶対買った方が、ね、やっぱりあのお値段は確かに安いんですよ。うん、一番安いんですけど。そうなんですか。安いんですけど、皆さんあの全然あのそんな安っぽいお酒じゃないっていうのがよく言われます。お味的には、ね、うん、これが似てます。あ、そう、ちょっといいですか。はい、すみません、これはちょっと濃いんですけど、これもうちょっと薄いっていう感じで考えていただければ。甘い、そうです、甘い、うん、美味しい、これ飲みやすいと思います。うんうん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ちゃんと説明してもらえたから、うん、何がいいかあれだったね。これちゃん。これこれ黄色いラベル。あ、それそれそれ。めっちゃ安くない？888円。国まれ、うん。これがなんか代表だ。国まれ。そんな感じだね。うん、これ買ってこう。よ。よし。おい。引き連れてきて。あれ？あれ？たま、たま、たま。何してんの？これ。乗りますよ。
何してんの、何させてんの柴本さんに。ここぞとばかりに呼びに行ったと思った。そう、俺この地面見た時に絶対どこかにこういうのあるガソリンスタンドのおじさんがユニーク。6290円なんだけど。6000円でいいよ。6000円でいいよ。エネオスでそういうのとかあるの？初めてやねんけど。ありがとうございます。はい。Take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown.When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? 超大量の牧草ロールが、あ、終わっちゃった、ちょうど。牧草ロールロールが終わった。丸くな。そうそうそう。初めて。あの量はちょっと初めてやったね。いや、初めて。あ、あれ自体。あれ自体。丸くしてるとことか見たいけどね。あ、見たい、うん、まあ、それより何より、うん、モロロン道路長すぎる。全部で全長300何キロやね。そう、うん、でうちら走ってんのに150キロぐらい。全部で170キロかな、走ってモロロン道路して、はい、そう、高速以外でさ、うん、90何キロ直進です、うん、言われるの初めて。一般道だ、一般道で90何キロ直進です、初めて。確かに確かに、普通ないもん、普通ない、うん、90キロも道なりに進んで行けるところってなかなかないもん。ないね、ナビが喋らねえ、喋らねえ。静かやったね。何も喋ってくれ、不安になる。まあね、不安になる要素すらないぐらいひたすらまっすぐやけど、すごい道。これはスピード違反で捕まる。捕まる、みんな気をつけた方がいい。スポーツカーってだからもうね、回したくなるよ。今日なんかマセラティやったっけ。そう、マセラティ。めっちゃビヨーン、大丈夫かなーつって。捕まんないのかな。32キロで、うん、最北端にわっかなー到着いたします、はい、とりあえず今日はそこで泊まって、で明日そこからフェリーに乗って念願の利尻島。利尻昆布を取る。あ、潜ってくれるんですね。タマが潜るんです。利尻昆布を取る。まず漁業権取らなあかんじゃん。そう、何の調査もなし、してないから行き当たりばったり感はすごい。今のところ波がある場所は見てない。若干なんかさざ波が起こってるぐらい。昭和ブレーキとも呼べない何か。くるぶしサイズ。何かが落ちてる。そう、まあ、明日は波あるんでしょうか、ね、楽しみに行きましょう。はい、わかんないのが、うちの駅月がすごい赤い、すごいね。もうご飯食べたから、これからトイレして寝ます。Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong.